今芝生広場に来ています。DJI GO 4でホームポイントが、更新されて空打ちを2枚して、その状態で DJI GO 4を終わって、GS Pro に切り替えました。ミッションは10メートル上げてホバリングしてからミッションを送ってみたいと思います。で、飛行高度、ミッションそのものの飛行高度は50メートルに設定してあるので、ミッションが50メーター、対地高度50メーターで行われるのか、ホバリング10メーターの値を足した60メーターになるのかを、確かめてみたいと思います。今 GS プロ上で 10.3 メートルになっています。高度 10.3 メートルでホバリング中です。ここでミッションを、送信してみます。データ送信中です。はい、データ送信完了、飛行開始をします。はい、上昇しました。高度が今22、26、28、29、30、35、38、39、40、46、47、48、49、50、50で止まりますね。やっぱり最初のミッションで設定した通りの50メートルでやってくれますね。賢いやっちゃな。ということは現場でもやっぱり、GS プロを起動して、ミッションを送る前に手動で上昇させて衛星を捕まえてからミッションを送信すれば、ミッションであらかじめ設定した飛行対地高度を保ちながら、ミッションを やってくれるということになりそうですね。はい、よくわかりました。ビデオ終わります。